分これ抜け出せる気はしないな。本番いきます、よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はいはい、というわけでですね、こんなに買ってきました。カナオ大使のプレミアムチョコロセフィギュア、ギユウさんのキューポスケット、イノスケのキューポスケット、オチャコのキューポスケット、トドロキくんのキューポスケット、カッチャンのキューポスケット、オチャコのフィギュア、レムのフィギュア、ユキシロエニシのキューポスケット、藤丸リツカのフィギュア、マーリンのフィギュア、フェイトグランドオーダー、アルテラザサンタフィギュア。はい、というわけでめちゃくちゃ爆買いしてきました。すべて中古で、そもそもの始まりはですね、鬼滅の刃オタク確定しました。まあそもそもですね、監督はですね、まあ小学4年5年ぐらいの時からですね、アニメというかもう漫画家になろうと思ってまして、めちゃくちゃ漫画を見てました。で、地元がヤメダなんですけども、アニメショップなんか全くないので、1年にですね1回か2回ぐらい親父にですねアニメーターに連れてってもらって、おお、このグッズあるじゃん、欲しい、でもお金がない、でもこれ欲しい、いやこれか感じの小学生を送ってきました。まあそしてね、中学高校の時にですね、ロード・オブ・ザ・リングという映画に出会いまして、アニメを卒業し、映画というですね道に入りました。まあ、そしてね、映画を撮っていたんですけども、アニメ好きの友人から教えてもらった、その影響でですね、物語シリーズという作品にめちゃくちゃハマりまして、フィギュアですね約20体ぐらい買っておりました。もう今はすでにですね、もう全部売っ払ってないんですけども。で、そして鬼滅の刃、もうめちゃくちゃハマりました。鬼滅の刃を見てからフィギュア熱切ってしまいました。くそー、いやー、フィギュア全部卒業したのにね。なんででしょうね。多分これ抜け出せる気はしないな。最近結構思うのはですね、まあ映画は好きなんだけども、そのキャラクターやストーリーがね好きなんだなって思いました。もうハマったらがっつり、まあ、YouTube でもその商品をちょっとレビューするにしろ、その商品をめちゃくちゃ詳しく調べる。というわけで、見てわかる通りですね、あ、こっちか。まあダンちゃんでちょっと一個ずつ上げていきたいと思います。この中で言うと単体だとしたらレムだね。リゼロから始まる異能世界生活、覚えれないんだよこれ。リゼロから始まる異世界生活という作品ですね。第1期を見てます。第2期は実はまだ見てないんですけども、こちらですね、処分品コーナーに置いておりまして、400円買いました。まあ、これのもう一個のね、ワンコロみたいな感じのやつが欲しかったんですけども、それは売ってなかったんですけども、ちょっと手に取ってみました。はい、生首になっておりますね。未開封で400円はめちゃくちゃお得だと思います。こちら台座です。いいね、美味しいクッキーみたい。はい、そしてですね、こういうベタベタの時にね、ダンちゃんをサッと通すとね、もうサッと切れるんで、フィギュアをですね買ってる方はめちゃくちゃおすすめですね。つけます。頭をガシャンと。ちょっとこの後ですね、このキューポスケットシリーズ開けるんですけども、なんかすごい似てるなって思いました。はい、というわけでこちらラムですね。こんな感じです。顔をドアップ、どこまでいける、あ、結構アップいけんな。はい、というわけでラムですですね。これは普通にですね、ラムが好きなので買いました。といってもラムのフィギュアですね、キューポスケットだ、キューポスケットあるんだ。こっちがですね、400円で買ったやつです。まあ、大きさ的にあまり変わらないけども、やっぱ新しい方大きいのか、こっちの方がデフォルメされておりますね。ちなみに、レムも買っております。どこに飾ろうかなと思っております。フェイト組行こうか。はい、こちら主人公藤丸リツカ、これがですね、なんと皆さんこれいくらだと思いますか。このまんまでね、袋にも入らないで売ったんですけども、なんとお値段こちら100円です。100円、もう安っ。藤丸リツカ100円じゃなかったら買ってなかったと思うんですけども、よーく見たら汚れてるんですけども、まあ別にね、そこはね気にしないんで、まあ主人公欲しかったんで100円、ありがとうございます。続きまして、とノルベサの上のジャングルっていうところでね買いました。はい、マーリン、フェイトグランドオーダー、バビロニアでですね出てきたキャラクターですね。440円、もうこれは買うでしょ、迷わず買っちゃいました。これどうやってつけるんだ、これここにこうつけて、でっか、どうすんの、ここどうつければいいのかわからないんですけど、武器があるんですけども、手握手、でもこっち、これなんか取れるんですよね。はい、ちょっと一旦外します。見てこのでっか、うわー、髪マーリンです。
いやーいいね。ピント頑張って。はい。いや、結構これね、ずっしりとしてますよ。重たいよ。はい。そして、これが、まあ、フェイト組ですね。あ、違う、まだ来た。これなんだよ、これ。フェイトグランドオーダーっていうね、アプリゲームのやつなんですけども、これがね、処分価格でなんとですね、正直このキャラクター監督知りません。でもね、このお値段、はい、なんと400円です。これは買うでしょ。フェイトシリーズ。まあ、アプリをやってれば多分わかるキャラクターだと思うんですけども、で、買ってきました。まあ、他にもね、処分価格のコーナーがありまして、こちらは確か駿河屋さんかな？中古のフィギュアとかを扱っている店舗となっております。どんなフィギュアだよ、これ。ちょ、見てこれ。わー、なんか羊？これ何これ？なんだこれは。なんか乗っかってんですけど。まあ、ちょっとこの羊はね、ちょっと汚れてるけど、まあまあまあ、これはここの部分に、ここが足場？このキャラクターね、乗せる感じですかね。400円だったらもう十分ですね。はい。キャラ名がわからないんですけども、アーチャーのアルテラ・ザ・サンタ・フィギュア。一番くじですね。これですね。ルローニケンシン。ちなみに監督ルローニケンシンはですね、子供の頃に見た程度で、劇場はもう1作目しか見てません。ただこちらもですね、処分価格ということで、300円買いました。このキューポスケットに関してはですね、この造形が監督すごい好きで、まあ、全部は集めないけども、かじったことがある作品は、ちょっと集めてみようかなと思っております。最近買ったの、犬夜叉。これは見たことある人いるんじゃないですか？鬼滅の刃は、まあ、全部揃えたいと思っております。キューポスケットはですね、このような形で、それぞれのパーツに分けて入っております。台座はね、こんな感じのものとなっております。これは全ての作品も全部共通です。こちらです。いや、キャラクターがね、あんまり知らないんで何とも言えないんですけども、この痛いなカチカチして、シャキーン、雪代エニシというキャラクターですね。ありがとうございます。やっぱキューポスケットいいな。はい。で、こちら、金額はですね、864円の、20% 引きなんですけども、これ買った後にですね、うん、そうそう、これ買った店舗で、400円で売ってました。うわー、いや、これね、結構買うの渋ってたんですよね。前回、この税込み価格 20% オフっていうのを知って買おうかと思ったんですけども、今回ね、もう買おうって決心して行ったんですけども、400円の投げ売りしてたんで、やっちまったなーっていうね、感はありましたけども、まあ欲しかったんで、こちらちなみにクレーンゲームの商品となっております。まあ監督の推しの一人であります、カナオ大使のお座り人形です。鬼滅の刃のキャラクター結構今発売しておりまして、台にね、乗せることができるんで、先ほどの箱に、ここにですね、こういう感じで、お座り方になってるので、ここに、乗せることができます。こんな感じとなっております。炭治郎とか猪之助とかも出てまして、すべてに共通して言えるのが、みんなおにぎりを食べているというです。監督、このシリーズは初めて買ったんですけども、こう乗せることによって足が垂れてて、なんか立体感が出てね、いいなーって思いましたね。今後買っていきたいなと思います。ありがとうございます。鬼滅の刃で言いますと、富岡義勇さんですね。こちらは、864円で購入できました。安い方だと思います。こちらもですね、プライズ商品で、クレーンゲームでゲットできる商品となっております。まあ、もちろんね、監督はね、クレーンゲームめちゃくちゃ下手くそなんで、買います。富岡さんなんですけども、インターネットだと結構高いんですよね。なのでちょっと手が出せなかったんですけども、ちょっと言い方悪いです。安い富岡さんを見つけてしまったので、ちょっと狙っておりまして、満を持してゲットすることができました。台座に足をセットしまして、頭を乗せます。手がないので、はい、この手のパーツを、おー、刀が、あー、なるほどね。この束の部分をこう持って、漫画とアニメの原作はね、もう鋭い目つきが特徴的なんですけども、今回はもうデフォルメされてめちゃくちゃクリクリお目になっております。義勇さんです。おー、いいね。はい、続きまして、こちら欲しかったー。で、義勇さんはですね、800円ぐらいで、まあ他のね、キャラクターたちも1200円ぐらいで平均的に買えるんですけども、猪之助がなんか高くてですね、多分出たのが古いからだと思うんですけども、1800円でちょっと購入しました。まあ推しなんでね。で、1800円でも結構安い方なんですよね。最近なんですけども、はい、忍さんゲットしたのと、本日ですね、メルカリで兄貴煉獄杏寿郎も到着しました。ということはですね、この猪之助を揃えると、あー、ちょっと待って、刀なくなったんですよ。煉獄さんの日輪刀が消えました。あれ、ちょっと待って、後で探す。ちょっととりあえずまずこの猪之助を開けていきたいと思いますですね。お、日輪刀2本入ってますね。仁王だし、そしてはい、頭。猪之助に関してはですね、女の子みたいな顔っていうね、そういうキャラクターなんで、そこまで大きくデフォルメされておりませんね。日輪刀をこの腰にね、つけて、はい、かっこいいですね。日輪刀2本ついております。いいね。は
はい、そしてですね、鬼滅の刃キューポスケット、多分残り一人かな、今発売しているものは、ねずこ。ねずこが、イノスケよりも高いんですよ。本日ってところはですね、なんと4000円しました。高いよ。さすがに4000円は出せないな。まあ、メルカリでもですね、3500円とか、まあまあするんですよ。まあ、多分一番初期の頃に発売されたからね。まあ、いつかは揃えたいです。鬼滅の刃からは、3体を購入しました。買ってよかったです。ヒロアカいきますよ。現在ですね、もう沼にはまりかけ、もう 100% この後はまります。で、本当はデク君がいるはずだったんですよ。最初に見た時にこの2体と主人公のですね、デク君が売ってたんですよね。で、その日、最初の1店舗目だったんで、まあ、値段を見つつも、よし、他の店舗見てから安かったら最初に買おうかなみたいな感じだったんですよね。で、他の店舗行って、まずね、なかったりとか高かったりしたんですよね。なので、かっちゃんに関しては1100円で安かったんで、紹介しました。で、他の店舗でも、まあまあ、高かった、200円ぐらいなんですけど高かったんで買わなかったです。で、最終的にね、その店に戻ってきて、この3体買おうかなと思って行ったんだら、デク君だけ売り切れてたんだよ。買っときゃよかったよ。マジで中古のフィギュアは一期一会、メルカリも探したんですけど、まあまあなくてですね、1時間ぐらいでなくなっちゃいましたね。この買っちゃうんですね、羅針盤で買ったんですけども、もう1100円、安いと思います。めちゃくちゃこれもね、クレーンゲームで取れるタイプなんで、上手い人はね、100円200円取れちゃうと思うんですけど、僕のヒーローアカデミアはですね、初めてグッズを購入しました。なんかでかいんですけど、台座はやはり変わらないですね。かっこいいですね。顔がなんかね、すごいことになってますよ。くるまり方がめちゃくちゃ頑丈になって、痛いな、これ栗みたい、痛っ、これ痛っ、はい、乗せます。痛い痛い痛っ、いってないこれ。ちょっとこれ、殺傷能力あるぞ。はい。おー、かっけ。いや、めちゃくちゃいいでしょう。主人公のライバルです。めちゃくちゃ口悪いです。そして、なんかまだあともう、はい。はい。ここですね、ここですね。おー、いいねー。とどろきくんいきましょうか。で、このとどろきくんなんですけども、まだ監督5話、6話ぐらいなんで、今回はまあ3つですね。まあ多分、このキューポスケットになるから、それなりのね、メインキャラクターだとは思うんですけども。かっこいいな。またさっきと比べたらパーツが少ないからなんか、ちょっと貧弱に見えますけども。というわけで、トドロヒくんです。はい。で、お茶子ですね。はい。お茶子なんですが、監督ちょっと共通点を見つけてしまいまして、ヒーローアカデミア、誕生日設定がついておりまして、なんとですね、このお茶子と誕生日が一緒でした。12月の27日なんですけども、それをね、知ってからね、はい、お茶子です。まあ、誕生日って、まあ、その作家さんによって、こういう部分を活かしてキャラクターを作っていくっていうのも、まあ、監督自主映画やってるんですけども、誕生日で性格を作ってから物語を浮かすってことも稀にします。このね、スーツに関しては、それぞれのキャラクターたちが自分で描いたものを学校側が作ってくれたっていう服なんですけども、この服出てから多分1話ぐらいしか見てないから分かんなかったんですけども、このかかとのヒール状になってんのね、戦いづらくない？うららかお茶子っていうキャラクターですね。まだちょっと6話ぐらいしか見てないんで、すいません。いいですね。というわけで、金額が未開封で1200円ですね。紙のボリューム、ここすご。そして、ラスト。これはですね、買う予定がなかったんですけども、誕生日一緒ということで、全身フィギュアも欲しいなというわけで、奮発して、3300円のお茶子のフィギュアをですね、全身フルバージョンを買っちゃいました。今回で一番高い買い物です。なんかお茶子を見てるとね、やっぱロックマンを思い出すよね。手の部分とか足のね、もうデカデカパーツ。台座は、はい、台座ピンクですね。ほら、この足の部分ってもうロックマンを思い出すな、みたいな。ちなみにこの子はですね、重力を操る、物を軽くしたり、めちゃくちゃ重くしたりする能力で、この作品の中ではヒロインポジションとなっております。というわけでですね、ヒロアカアニメですね、今後楽しみにしております。いや、絶対面白いだろうな。はい、ということでですね、全てのフィギュアを開けてみました。今回はですね、給料日が来たというわけでですね、フィギュアを買ってやろうかなっていうわけで行ったんですけども、まあ、結構使ったんですけども、実際にそれをね、手に入れるとなると、もっともっとお金がかかってしまうので、個人的にはめちゃくちゃいい買い物をしたかと思います。というわけでですね、この監督のことでですね、最近は結構アニメだったりね、鬼滅の刃ハマってからですね、アニメやオタク系の動画も出しておりますので、興味がある方はチャンネル登録をして他の動画も見ていただければなと思っております。ではまた次の動画で会いましょう。この下段を見ていただきますと分かるんで、分かる。異能世界生活、リゼロから始まる異能、はい、めっちゃくちゃいいんじゃないですかね。こういったその何かの壁というわけで、うららか、もうめちゃくちゃね、おかく